オフックピリン・ブラゴエブグラトは、ブルガリアのブラゴエブグラトをホームタウンとするサッカークラブである。FK ピリンは1922年にブラゴエブグラトで創設された。当時、ブラゴエブグラトではいくつかのアマチュア組織が誕生した。別の見方では、ティチャとレブスキが合併し、1934年に創設されたボテフがピリンの元になったと考えられている。 SK ボテフは1937年にマケドンスカスラバを2から1で破り地域のチャンピオンになった。クラブは後にマケドンスカスラバと合併し、クラブ名はユーリーでエルメンジエフとなった。1970年にピリンに解消した。1973から74シーズンにトップディビジョンデビューを飾った。1979年にインタートートカップで グループの勝者となった。1984から85シーズンはリーグ戦で5位になり、初めて UEFA カップの出場権を獲得した。1994年にブルガリアカップで準優勝、同優勝のレフスキソフィアがリーグ優勝したため、代わりに UEFA カップビィーナーズカップ1994から95に出場した。クラブは財政問題が深刻化し、 2005から06シーズンの第2節を終えた、後、リーグから除外された。チームはアマチュアリーグで3年間を過ごし、2008年に2部リーグに昇格した。同年12月にトップディビジョン所属の PFK ピリン、ブラゴエブグラトと合併し、トップディビジョンに参加した。2010から11シーズンは財政問題を抱えながらもトップディビジョン残留を果たし、 ブルガリアカップでも準決勝に進出した。しかし、2011年6月9日に、ブルガリアサッカー連合の執行委員会は、税金の滞納、選手や従業員への給料未払い等を理由に2011から12シーズンのライセンスを付与しないことを発表し、ピリンはアマチュアリーグであるサンブリーグに降格することが決定した。2015年5月30日、 4年ぶりとなるトップディビジョン復帰を決めた。ありがとうございます。